ちいいですよね。肩甲骨の内側気持ちいいね。そこがすごい気持ちいいね。がむしゃらに力押ししてるとやっぱり思われがちで、はいはいはい、まあ、必要なところにやってるだけっていうのもね、もう、いつも言いたいところで、まあ、実際そういうなんか変に思い切りやってるだけのもので上げてる人とかもいるから、パフォーマンスで痛い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 って言わせて、で、まあ、確かにね、がっつり的に当たってればね、いいんですけど、全然関係ないところを押して痛い痛い言わせても全く意味がないから、そうですね、本当にあれもなんかいい迷惑ですよ。あのあれもあれで多分わかんないですけど、それで需要があったりもするんですもんね、きっと。そうですね。だからまあ一概に悪いとも言えないっていうかね。本当に無駄な、ね、力ですよね、欲しいとこに入れてないとね、意味ないですよね。本当にだから俺も受けに行ってどうだって言われてもねって感じですね。全体的にこう強みですって言って、なんか腕とか強めにやられて、なんかもう痛すぎて気持ち悪くなっちゃったこともあって、でそれで痛いですって言うとなんかそのねニヤッとどうだみたいな顔してくるけど、そこに求めてないからっていうことですね。そうそう、別に腕とかそんな強くやるなよって思うし、やりやすいところで力発揮してもね。あとはもう指とか、指も強く押されたりとか、指を強く押すとか意味わかんない。キュキュキュってこうなんかキュキュキュってやったりとか、なんかこう逆関節入れて、なんかストレッチのつもりなのか何なのかわかんないけど、指を反らせるような感じで、いやそんな痛いじゃないですか普通に。でやっぱ折られないように力こっちも入れるから、そうすると力抜いてくださいね。反らすのはやるけど、そんな力なんかいらないですよね。だって折れちゃうし外れちゃうよ関節。いや、そんな関節が外れるほど力を入れてくるんですか。いや、あのだから俺が受けたその人も身長180オーバーで、はい、でかいですね。体重100キロオーバーぐらいの人だったんですよ。ああ、怖い。だからそんな人がその俺でも外れるって恐怖を抱くほどのことをされてやばい。いや、女性が受けたら外れるだろうと思って。いや、本当ですね、危ない。なんでそんなことやってるのかもう意図もわかんないし、だからあれ謎ですよね。怖いですね。もう本当に恐怖でしかなかったです。やだ。常にガードして体に力入りまくって。何のために行ったんだか分かって。1時間疲れましたよ。本当ですね。関節技決められるばっかりで。それでお金かかって。嫌ですね。ちょっと今度よく見てみます。はい、お願いします。でも何かしらその成果を出してるから店長なんですよね。みんなは辞めてって繰り上がりでなったんじゃないですか。いや、わかんないけど。クレームとかないの？いや、あれはあるでしょう。無理だから。バカの強みほど怖いものはない。本当に力づくでやってくるから。やだ。背中とかはその体重あるからめちゃくちゃ強いのに。そうそう、上からの私が強くない。下手じゃないですか。超下手だと思いますよ。でも店長だ。
ただ表面が痛い。最近もこれゴムタイヤみたいなのしか飲んでないから。はい。わかんないその辺が普通なの。壊れてるなっていうぐらいの感じになってきちゃって、結構休み休みやらないと今しんどいですね。一番すんなりいきそうというか、まあ確かにね、4月だからね、切りがいいところでってことね。はい、一応その途中入園もないことはないんだけど、枠の問題とか、でもなんか途中でも大丈夫だから言っていた方が予約入れていいんじゃない。申請出せば多分その時入れなくても優先度が高くなる、そうだね。そうなんだ。多分まあ分かんない、役所にもよるかもしれないですけど、そういうこと言ってましたよ。はい。この辺やっぱり気持ちいい人多いですよね。そうそう、反応いい人多いですね。肩だとその、痛いんですよね。痛い人とかくすぐったいっていう人もまだいるから、この辺はまあ外れなしなポイントですよね。そうですね、めっちゃ気持ちよく受けやすい。腰も、腰も私痛いな。でも肩ほど苦手な人いないと思う。首なんかはやっぱり苦手な人多いかな。この腰は基本こっちの方は大丈夫ですけど、こっちが痛い、向きの方になると痛い。はいはい。あー気持ちいい。まあ、なんだかんだで一番人気はここなのかな。多分そこ、それあのマッサージ屋とかにもかなり特化させてるポイントですもんね。うん。これは外れがないというか、まあ、そうですね、リラクとかね。リラクは肩甲骨周り特化させてますよね。みたいですね。まあなんかこう、でもここって多分やりすぎると余計硬くなりますよね。いや、そんなこともないけど。え、本当ですか？うん、なんかこう筋切るみたいなやり方してるとより凝りやすくなりますよね。コリコリコリって、俺それやらないから。多分でもそうみたいですよ。へだからなんかあの、その掃除チェアとかでも、はい、あんまやってる痛い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 
なんかこう潰しちゃうみたいになったり引き伸ばすみたいにすると良くないっていう、で気持ちいいからつい強くなったりとか何度もやったりとかしてるともっと揉み固めちゃうっていう、実際そのなんだろう、揉まれすぎると硬くなるとか、強く揉まれると硬くなるとか言うけど、まあ理論上はそうなんだろうけど、その実験とかってしてんのかなとか。いやでも実際話聞いてたりしてもやっぱ符合するからそう思ってますけどね、私は。丹野さんもそうじゃないですか。いや俺全然そうは思ってないから、だからもうはっきりしてほしいなと思ってて。でもだってもう どんどん硬くなってるんですよね。どんどん硬くなってるのは凝り固まってるだけだから、別にその表面がやられたせいじゃない、やられたせいじゃないと思ってるから、例えば双子を1000組とか集めて、片方は揉む組で片方は揉まない組にして、本当にその揉まれてる方が硬くなってるのかってい う、 いや程よく揉む分にはいいと思うんですけど、強もみをしていくとか長くやっていくと、まあなんか、まあ、なりそうですけどね、やっぱ筋繊維も傷つくじゃないですか、それを言ったらこう、要は骨によって内部から押されてることになりますよね、筋肉って。骨によって内部から押される、まあ、例えば座ってると、はい、座骨結節によってお尻の内側から押されてることになりますよね、全体重かけて、ということはお尻の内側の筋肉は座骨結節によって凝り固まれられてるのかと。だって同じことじゃないですか、外側からの圧も内側からの圧も。でもお尻の筋肉そんなに足裏みたいにガチガチになってる人っていないでしょう。まあそうですね。って考えると実際のところどうなんだろうという話ですよ。だって座ってたらほぼほぼ全体重がそこにかかるから。でもそんなね、お尻がガッチリ固まっちゃってるっていう人も聞かないんですよね。まあそうですね。結節の部分一点にかかるわけじゃないからじゃないですか、まあ、それは全体はかかってるんでしょうけど、にしてもすごい圧がかかってますよ。いやでもだって別にこうなんだろう、だいたい普通こう腕とかでも、はい、あ別のところとかに行くじゃないですか、そのなんだろ こうポイントでグッて足の裏みたいにははいはいならないんじゃないですか。だって背もたれとか背中の方にもかかったりとか、はい、お肘置きがあったりとかしたら腕の方にも行くわけですし、まあそういうソファー的なものだったらそうでしょうけど、背もたれのない椅子とか、まあだから結構下っ張りみたいなのだとお尻痛くなってきますよね、だからこうずらしたりとかするじゃないですか、ちょっとこうお尻上げたりですとか。ということはお尻も硬くなるんですかね。硬くなるのかわかんないですけど、でもまあなんかやっぱりその対策をしてたりするから、そんなこうで、あと まるっきりの一点じゃなくて全体的にかかったり、あとこうちょっとかかる場所変えたりとかを無意識にしたりとかするからなんじゃないですかね。それもこうなんでしょう、ちゃんとした実験じゃないし、多分人生の中で座ってる時間と揉まれてる時間を考えてると、座ってる時間の方が長いと思うんですよ。まあまあ確かに。だからまだ自分の中でその一概にこうね、揉んだから硬くなると。いやでも揉むとかだって本当に一点じゃないですか。こう狙いを決めてでギュッてこう押し込むっていう、それは椅子なんかではないことじゃないですか。内側からだったらあるんじゃないですかね。その外側から見たら面で言ってるけど、だって内側からを考えると座骨結節が割とね出てはいますけど、でもそんなに指で外から押すみたいにはないんじゃないですかね。だからそういうのも実験してほしくないですか。いや、してほしくないです別に。
ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。でタノさんの、ね、チャンネルもありますので、タノさんにご興味ある方はね、そちらの動画を見ていただくのもね、はい、いいかと思います。はい、はい、お願いします。はい、それでは See you.